さあやっていくぞ。ちょっと声が大きいかい？まあこんなもんでしょう。あまりにね、あまりにシェムーの時期が淡白すぎる。淡白、もう鈴木の白身ぐらいね、淡白な味付けだからね、シェムーが。ここらで一つ、とりあえずちょっと濃い味のゲームをね、濃い味のゲームを実況していこうかなと。音小さい、大丈夫？こっちで聞こえるのだいぶ音小さいんだよね。ただまあね、どうもね、録音したのと、この音声のね、自分の耳に聞こえてるのと録音したのだいぶ違うから、まあこんなもんかな、こんなもんなのかな。ほとんど自分の方では聞こえてないっていう。見てください、このドリームキャストって書いてあるバーチャロンですね。わかるかな、バーチャロン。まあバーチャロンってわからない人はいないね。ゲームをやる人でバーチャロンを知らない人はいないやつは、ドリームキャストの本体がしっかりここにセットされている。つまりこのバーチャロンの動力源はドリームキャストということですね。この辺の基本設定大丈夫か、ちゃんと抑えられているか。だからね、スパロボトパに、ストパとかいたな、スパロボとかにもバーチャロンは出ているのだけれども、このね、動力源がドリームキャストっていうところだけはしっかりとみんな押さえておいてほしいね。このロボットの動力源はドリームキャストなんだということをね、やっていこう。まあこの実況おそらく、まあ、2パートぐらいで終わるよ。2パートぐらいで。はいはい、 OK だな。なんかコマンドとかあったような気がするけども覚えてねえ。各種設定ってこれすごいんですよ、このバーチャロン、オラトリオタングラマーで、オラトリオタングラマーすごい。なんて言ったってね、このカラーリング変更するモードとかあったりするからね、バーチャロンのね、色をね、こう自分でね、カラーエディットしていってね、このオールパーツを変えることもできれば、このかなりこの頭の部分だけの色をね、こうわかるかな、この全然アップとかできねえ、アップとかできないわ。このわかるかな、わかるかな、ここのね、あ、これじゃねえ、オールパーツの色変えちゃってな。ここのヘッドのね、ヘッドのここのところ、このところだけの、ここの今度はここのところの色を変えることもできるっつうんだから。ほら、ここが青くなって黒くなって消えていっているね。こんな風にしてね、カラーエディットした、色を変えた機体をセーブして、それをネット対戦に使うことができたっていうんですね。ああ、今思えばすごい、バーチャロン好きの心をね、魅了するね、そういった、システムだったんじゃないかなと。あと、そしてね、ケーブルを使って対戦を行うことができる。これもなかなか画期的でね、ドリームキャスト2台と接続するケーブルとテレビがあれば、このテレビ越しにね、あたかもそのアーケードゲームのようにもプレイできるというふうなね、こともできたんですね。まあまあまあ、語るに落ちるな。こんだけ語ってて別に対して、バーチャル上手いわけじゃねえ。16秒、15秒、時間が迫っている。バルバドス、エンジェラン、ね、フェイエンとかね、ドルドリー。ドルドレイだったかな。俺とりあえず好きなのはこいつ、グリスボックが好きなので、グリスボックでね、まあ、サクッとこの動画でもって、まああれだ、ボスまで倒しちゃいましょうか。待てよ、これ難易度どれくらいなんだろう。実はノーマルでやってるかもしれない、全然難しくないモードでやっててドヤ顔するだけかもしれない。これが横ダッシュで、これが回転で、おっと、これがダッシュで、これがジャンプは、ジャンプこれか。よし。これで、あれ。これで殴りができた。そう、殴りができたな。ダッシュ殴りができた。これでな、あれ。基本バーチャルはロックオンがね、ジャンプした時にロックオンできるから、うっつ、はい、はい、まあやったことある人ならわかるねっていう感じだね。
うい、次ぞ。絶対これ20分で終わるわ。20分で終わるわ。すぐ終わるこれ。トリガーの右で右側の弾、左で左側の弾を打つと殴られに来るような。なんとなく勝っちゃうな。別に全然テクニカルじゃないね。でもさ、当時のこの技術力たるやすごいよね、割とね。まあすごくないか、あの走行が剥げていくところとか。 よく考えたらセガスターン版のバーチャルでもそういうのは、そういう描写はあった気がするな。前ダッシュしゃがみで ICBM を打つことができる。話題の ICBM を打つことができる。他にも打ち方があったりするんですが、こうか。こう違うな。こうだ。打てた。思い出せた。これがあの一ゲーム2回しか打てない巨大 ICBM。 当たらない、死ぬな。強い。ドワー、強い。よーし、なんとなく勝った。ひでえプレイだ。こんなの本当にバーチャルが好きな人からしたらクソプレイとしか言いようがない。お、グリスボック。グリスボックがやっぱね、あの弾幕ばらまけるから好きなんですね。この横ダッシュ、右トリガーを押す、この3段が非常に強い。そしてこの前段ばらまき、これがとにかく強い。これがとにかく強い。これが当たればまあもう一気に削っていくから。そしてこれも強い、これも強い、これも強いね。えグリスボック強いね。とりあえず弾幕ばらまいときは勝てるだろうという、そういう風なこの、全くその潔くもなんともない、敵に近寄らせなければ勝ちみたいな、そういう風なプレイいいと思います。この弾幕の内側に入ってこられたらもうなすべもないということで、こういう広いステージはもう打てるもんだね。でかいの置いとこう。終わり。強いね、グリスボック。一玉に乗るよ。そこで中ボスだね。勝てる気がしないぞ。大丈夫か。勝てる気がしないぞ。中盤とりあえず避けまくるだけ。途中で、真ん中が開いて、今これをコツコツ当て続ければ。あ、全然効いてない。あれ、そんなに効かなかったっけ。とにかくこの横打ちがね、非常に滑るからなんとかなっちゃうんですよね。当たらないけど。当たったー。ああ、まだ入らんな。 35.0%。 まずい。余裕ないかな。あー、まずい。死んじゃった。下手くそか。まあ避けられんわな。コンティニューしていいかな。コンティニューします。ダステーな。ノーコンで行きたかったのに。
ノーコンティニューに行きたかったのに、行きたかったのに、まあしょうがない。こいつなんて名前やったかな、多分この今の赤い画面のどっかには書いてあるんだろうと思うけど、なんか簡単にサクッと倒す方法があったような気がするんだけど、覚えてないんだけど、足でイム打っとくか。あ、ダメだ、上にぶつかるだけだ。ちょっと当たり位置が悪いか、悪い気がするね。打ってもしょうがないしな、でもあんまり打ってもしょうがないしな。倒せそう、危ない。避けられないよ、避けられないよ、この鈍重な機体では、この鈍重なグリスボックなどという機体では、低火力鈍重というこの機体では実は相性があまり良くない。ブラッドスかな、ブラッドスって名前だったかな、右下にあったような気がする。当たるんだよな、敵の攻撃に余裕で。これ撃っとく、これとこれで違うな、当たる。 50% まで削れたから、次の1回で 50% まで削ることができれば可能性はあるけど、50な。これ撃って、これ撃って、これ撃って、もう一発入ってくれ。ああ今のは当たらなければ勝っていたぞ。まずい、20分のうちにこれをクリアするという目標がかなり怪しくなってきた。しかしグリスボックでやるのをやめない、やめることができない。うおー、倒させてくれグリスボックで、右と見せかけて左、うおー、左と見せかけて右、いや左、右と見せかけて左、ガガガガ、全然だな、当たってるもの。53.7、こんな安定感のないあれじゃダメだな。これで、おお、すごい効いた、すごい効くときとすごい効かないときがある。よし、バラつくね、バラつくね、ダメージが。しかしそれもまたグリスボックの魅力。もしもこの動画に需要があるのであれば、もしもこの動画に需要があるのであれば、またね、別の機体でもやってみたいと思いますけどね。スペース、グランドからスペースにサイファー2。このサイファー面白いよ、空中で変形することができるからね、飛行タイプ。ただその飛行タイプの操作はかなり難しい。お、あー間違えた、こんなことでしょうがない。こうか、違う、こう、あ、うん、なんか試してるうちに試してるうちに勝っちゃうもんね。対バーチャロン戦にはかなり強いこのグリスボックなんですけどね、ああいう中ボスにはもうなすすべもないね、なすすべなしということで。さあテムジン、こいつはもう、こんなのもあるのか、こういうのもあるのか、こういうのもある、あ違う違う違う、こうじゃない、こう違う、ちょっと待って、こう違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 う、こういう射撃系の技もあった、そういえば。あー、うまくいってないな、試しながら。しかもこのね、バーチャルちょっと面白いのはね、あまり遠くに離れすぎるとね、ビーム系の技を弾くっていうね、なんていうか、Vアーマーだったかな、そんなのがあったりしてね、面白い設定が。あとの削りはもうこいつに任せ、ビーム系で倒す、これ、あ、違う、ははははもうダメだ、怪しいわ。説明してるんだけどさ、思うように技が出なくて、なんか
その暴発した弾で敵が死んじゃってる。これもラスト、ラスト1個前だよ。悲しいけど。もう一発いっとこう。ああ、オラ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 、避けてるじゃないの。ふい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 。こんな古いマップでそんな鈍重な機体がこの弾幕を回避できると思ったらお間違いよ。ねえ。こんなのね、子供騙しなんだよ、こんなプレイはね。こんな弾幕差分上手い人からしたら全部避けられちゃって、一気に懐に潜り込まれて切り刻まれて終わるから。さあもう最終ボスですね。もうあっさりだもの。敵の強さたるあっさりだもの。これもとりあえず逃げまくってで目玉をこっち向いた瞬間に撃つみたいな、そんなあれだったみたいですよね。まあ、バカの一つ覚えみたいに弱点が現れた瞬間に撃つという、まあ、そういうふうなでございます。はい、今開いた。この瞬間に撃ちまくる。なんなら ICBM も撃ちまくれなかったっけ。あ、 ICBM 撃てない、違うな。なんか失敗しちゃったな。ICBM って言ってんな、この打ち上げ花火みたいなでっかいロケットみたいなね。これ立てない。あれ、この状態だから出ないのかな。多分出ないんだね。あと5秒。ああし失敗。作戦失敗。ゲームオーバー。最後のボスはコンティニューできなかったですね。はい、ということで、箸休め的なね、バーチャロン動画以上です。失敗だ。はい、もしかしたらパート2上げるかもしれないですね。次はグリスボック以外の機体でいきましょう。ほなまた次回ちゅうことで。